皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は奈良市法蓮町にございますソフィーという2DK の賃貸アパートにやってまいりました。こちら2階のお部屋となっておりまして、このように階段から登ってくるそんなお部屋となっておりますので、早速中に行ってみましょう。どうぞ。はい、まずはこちら、こちらがリビングスペースとなっております。こちら、物の入りがとってもしやすいお部屋となっておりまして、テレビやダイニングテーブルなどを置いていただいて、ご家族皆様の団らんのスペースとしてご活用ください。こちらの部屋にはこのようにエアコンも1台最初から設置されておりますので、ご準備の心配もございません。またこちらのお部屋、南側に窓がございますので、明るい暖かい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。またこちらは窓が1枚、そして2枚ございまして、こちらを開けていただくとバルコニースペースとなっておりまして、お洗濯物などもしっかりと干していただけます。こちら線路が近くにあるんですが、こちら窓を2枚閉めていただくことで防音効果を、より高くしておりますので、ご安心ください。そしてこちらにキッチンスペースがございます。キッチンスペースはこのように、おしゃれなカウンターキッチンタイプが採用されておりまして、シンク、そして調理スペースとしっかりと確保されております。また上にも収納スペース、そして下にも収納スペースという形になっておりますので、キッチン用品をより多く収納できますので、ご安心ください。またこちらのお部屋、セキュリティ面も考えられております。このようにモニター付きのインターホンが最初から設置されておりますので、こちらお部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面もご安心でしていただきます。また反対方向にはこのようにリモコン給湯などもございますので、こちらでお湯の温度なども設定していただけます。それではその他の部屋を行ってみましょう。はい、こちらがまずは洋室となっております。こちらの洋室、こちらもですね、窓がすごく大きくございますので、明るいお部屋となっております。収納スペースはこちらに、このようにしっかりとですね、高さも奥行きもしっかりとある、押し入れ、収納クローゼットとなっておりますので、衣類などもしっかりと収納できます。またこちらにもですね、このように収納スペースがしっかりとございますので、衣装ケースなども置いていただければ、しっかりと物を収納していただくことができます。そしてこちらを出ていただきまして、こちらに水回りがございますので、まずは奥のお風呂からご紹介したいと思います。お風呂はこのように窓もしっかりとある明るいお風呂となっております。天井には浴室乾燥機もございますので、梅雨のジメジメしたシーズンでもご大活躍するでしょう。そして室内洗濯機置き場、そして人気のシャワーブレッサーとございます。そしてこちらのお部屋は、こちら奥に進んでいただきまして、もう一個お部屋がございますので、そちらをご紹介したいと思います。こちらに洋室となっております。こちらのお部屋もですね、とてもですね、物の配置がしやすいので、ベッドなどを置いていただいて、寝室としてもご活用いただけると思います。こちらにもクローゼット、奥行き、横幅、そして高さとしっかりとございますので、こちら衣装、衣類などしっかりと収納していただけると思います。そして最後にお手洗いです。実は階段を上り切ったところのすぐ近くに、こちらお手洗いがございます。このように広々としたお手洗いとなっておりますので、こちらすっきりと使っていただけると思いますよ。いかがでしたか。これだけですね、広々と収納スペースの多い 2DK の賃貸アパート、気になるのはやっぱり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。